腰が痛い。あ、どうも、ぐひけんです。おはようございます。本日は水曜日でしたっけ曜日の感覚がよく分かんなくなってきてます。視聴様の皆様ね、いろいろ励ましの言葉とかアドバイス、いろいろお言葉をね、本当に感謝いたします。嬉しいです。ありがとうございますね。いろいろねアドバイスいただいてね、そのおかげで昨日ね、あそこに映ってるか分かんないけど、室内のコンセントと給油機のコンセントを直につなげてお湯が出るようになりましたんで、昨日からあったかいシャワーを浴びておりますもう水シャワーはちょっと厳しいね、やっぱ季節的にね。今日なんかもうエアコンなしで全然過ごせるもんね。まあ相変わらず今日もですね、ちょっとまあお片付け、湿気の方はねだいぶ飛んだと思う。これでまだもうちょっとねこっち側とかもやるけどね、まあ念のため、なるべく湿気飛ばしとかないとなんかねシロアリが来るんですって。これも視聴者さんが教えてくれたんですけど、あんなもんでちょっとねカラッカラに乾かしてこうかなって思います。それとうちの実家の方の心配もしていただいてありがとうございます。うちの実家はねもう親父しか住んでないんですけど、昔のさ、すごい昔の家だもんでさ、作りが古いんですよね。だもんでさ、玄関も小上がりみたいのがあってさ、このくらいあるんですよ。地面とその家の中に入るまでね。で、そこのギリギリまで水が来たそうです、親父が話したとね。なんでギリギリその室内への浸水が免れたと。ただうちの実家が建ってて、でそこからすごいいっぱい家が向こうの方にあるんですよ。住宅街になってるんで、こっち側もこっち側もね、でうちの親父のとこ実家からだんだん土地がちょっと低くなってんだよね、多分ね。なので親父の実家の家より向こう側の家はみんな床上の浸水、まあね、ニュースやなんやかんやでもすごい流れてると思うんですけど、まあ特に実家の方なんかねもう被害すごい方だから、ちょうどね俺んちよりね向こう側に行くとねもうちょっと高くなってくるもんでさ、ちょっとこうこっから向こうはあんまり被害がないと思うんですけどね。ちょうどこの辺よ、最悪はこの辺は軒並み行きましたからね。それでもねギリギリの被害で住んでるので、僕のとことか親父のとこもね、まだいい方だったんですよ。ひどい家はもっといくらでもあるからね、ちょっと散歩、犬の散歩歩いてるとね、よかった、あの程度ね、ここはね、まあそれでやっぱアドバイスで一か八かですけど、コンセントしようとしてるね、エアボロしたらどうですかっていうのが、僕もそれ考えてるんですよ。本当エアでねいろいろやれるんで、昨日もデスビーほらね飛ばす時使いたかったんだけど、使いたいんだけど、結局配電盤 の動力源200をつながってるところのヒューズが漏電を起こしちゃってるんですよね。だもんで電源を入れられないんですよ。これ電源入れられないってことはコンプレッサーが動かないので、ね、で使えないのよ。だからまあ溶接機プラズマとかね、ティグナなんていっぱいあるけどさ、それ全部使えないの。参っちゃいますね。そんな状況なんだよな。これでさ、間が悪いことに昨日も言ったけどさ、前座さん差し押さえられちゃってしまうどうしようもねえよ今だからよ。いや昨日も言ったけど、こんな時期に差し押さえしないでくださいあれ誰が差し押さえするの、市役所分かんないけどさ、まあ融通きかないよな。これ俺じゃなかったら死んでるよ、みんな餓死してるよ絶対まあそんな感じでね、ちょっとねいろいろ大変ですけど、なんとか頑張ってます、昨日も言ったようにね、保険がこの間のね、これのね
保険がね降りればね、ちょっとねあの病院代払ってもねちょっと残るんですよ。うん、こういったもんで、それでちょっと配電盤の修理とか支払いはビビたるもんだけど、できるものをねしていこうと思ってるんだけどね、僕だけじゃないんでね、こんな目に遭ってるのはね、めちゃめちゃいっぱいの方がもっとひどい目に遭ってるんで、うん、まだ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 ね元気出していきましょうよそんな感じで今日もねお片付けに入ります。先にちょっとね、日本式3号の湿気をほら飛ばしてたじゃないですか、あの新聞紙、そう、新聞紙がいい感じで水をほら吸い上げてくれますね。もう一回ぐらいやった方がいいな、もう一回ぐらいやった方がいい。こっちはまだ水分が本当の水分という感じのね湿っ気なんで、こう見てまだ水全然出てくるでしょ。ちょっと新聞紙を取り替えます。あ、こっちも吸ってるな。はい、とりあえず引き直してバンバンぶったたいてドアを全部開けときます。新聞紙こうぐちょぐちょやもんね、まだこれを繰り返すしかないですね。エアーがあったりしたらね、本当ね楽なんだけど、ちょっと扇風機は今室内に2台とも使ってるので、ちょっと日本式ちゃんのとこに持っていけないな。向きを変えるかね。やっぱり塩田さんがアドバイスくれたんだけどさ、全部カラッカラに乾かしてね、一か八かでこうテストしてみるしかないよねっていう風にね、ちょっと僕もそれ思っててずっと、もしかしたらカラッカラに水分乾かしたら復活しねえかななんて思ってるんですけどね。超複雑な電子回路みたいのじゃないもんね。まあ複雑っちゃ複雑なんだろうけどさなんとかなんねえかなまあちょっとね、今どの道あの修理を来てもらうことも今のところできないじゃないですか。なんでもうとりあえず風当てて乾かしますね。こっちはもうある程度こうカラッカラに乾いたんだけどさ、まあ念には念を入れてね、もうちょっと当てときましょう。ああこういう風になっちゃうよねシャビシャビだ。これもやるか。こっちはあんまりもう使ってないからいいんだけどさ、まあ使おうと思えば使えるんでね。いや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 、ちょっとこれ外持ってって、そういうことは2段目もそうだよな。これゴミだからいらんわ。ほら水分残ってるでしょまだ。ああそれはそうだね。ああ水が超入ってるとりあえずちょっと乾燥を待ちましょう。乾かして、これ中に水入っちゃってんじゃな。ほらチャプチャプいってる。入ったな。こうやってか出てくるかな。こっちもほら、チューチュー出てきてる。ちょっと置いとこう。はい、今引き直し。すごいよ。ダメだ。何回もやんないと。こっちは乾いたから錆落とす。
ちょ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 。ね、だいぶ綺麗にはなりましたが、ちょっと湿気が抜けないのでこっちはいいと思うんだけどね。ちょっと一晩外に出しとくか。くーちゃんどこ行くの、どこ行くの。そっちバッチリよ、おいで。ダメ、隣は行っちゃダメ、くーちゃん、おいで。じゃあ、くーちゃんおいで。はい、じゃあよいしょ。ご挨拶。まあそんな全然高さが合ってねえけど、よいしょ。まあそんな感じでね、おい、危ない危ない、くーちゃん待って。そんな感じで今日もお掃除とお片付け地味にやって一日が終わっていきますな、くーちゃん。まあこういう日常もいいですよね。まあ負けないで頑張りましょう。くーちゃん待って、暴れんな暴れんな。はいはい。